前回の収録から決めております。お願いします。おお、ありがとうございます。いけるじゃん。レッツゴー。何番かな。はい、16になった。多いじゃないか。なんてこった。やっぱ窓紛埋まってるよ。普段から強いんですね。なるほどね。次回も視野に入れようか。やっぱバジね。そりゃそうですよ。バジリスク満載です。まあ、とりあえず北斗友から行きたいと思います。おはようございます。バチタン専属ライター高田ゆずきです。やってまいりました。デニスコート様第2回目となっております。前回4月20日、今回5月20日に収録をしております。次回6月10日も決まっているわけでございますが、前回はですね、バチスロ北斗の剣ともケンちゃんとデートするぞなんて言って行ったら、お散歩デートになりまして、エンジンかかんの遅いよっていう展開でマイナス1710枚という新幹線で泣いて帰りましたっていうのもあったんですけど、挙動というか子役はもう6ぶちぎってたし、周りも出てたしってことで使ってただろうなっていうね。まあ、前回見ていただいたら分かるんですけど、店内大変盛り上がっておりまして、あちこちで別積みが発生しちゃう感じだったんですけど、今回ちょっとリベンジをしようと思っております。前回北斗友で負けた瞬間から、私は今日北斗友を打つって決めてきてるんで、まあ、まずね、次もあるんで、マイナスを減らすというかゼロにするあたりからちょっと始めていこうかなと思っているわけですが、今回もいい挙動を見せられたらいいなと思います。北斗乱舞とかも見せたいので頑張りたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。お願いします。もうね、転生がにぎやかなんですね。めっちゃリセットだろうなっていうね。がっくん、朝一の広角にはいないかもしれないですね。前回のようにはなりたくないので、朝一早めの当たりが欲しいですが、広角にはいないので、とりあえず広角にあげないと。来た、浄水管一発目が浄水管かも。浄水か弱水かで上がってないのかな。あー、違う違う。おっと、ポキってるよ。ポキポキしてるよ。これは中断でしょう。せい、ノー。これは来たでしょ、これは来たでしょ。いやもうね、なんだろうな、心のどっかで弱点であれって思ってた私。あー、どうしたらいいの。切った切った、何、弱チェか1個でいったか分かんないので、まあ、とりあえず電ショートだけ変えておきましょうか。494、9本。
どうせハートでしょ。あー、そうか、こっちか、どっちでもいいわどっちでもいいわ、当たんないわ。いや、攻めてたと長い。すごい、ここまで来るとね、ちょっと面白いね。どこまで中断中に出てこないんだろうみたいな。もう530ゲーム出てないんで、前回と似てるけど、なんだったら前回よりも展開悪いまずいよ。やったか、やったきたか、せい、お、やったきた、やったきた、559ゲーム、はー、超貴重4分の1、いいよ、レインボーに光ってくれてまあまあまあ、そんなうまくはいかないよね。天使郎、赤文字、デデー、早っ、痛いの早っ、かわいそうでもこれじゃない、わかんない、スイカなのかな。イエス、生ぬるい、イエス、本日一発目いっちゃいます、お願いします。お、レインボー、レインボーきた、北斗揃いじゃないけどレインボーが来た、話が変わった、エティレベル4 3 4 4 4 4 頑張る、頑張る、お願いします。7揃いしてレインボー初めて見た、嫌な予感しかしないよ。あ、よかった、よかった、あ、でも油断しちゃいかんな、あー怖いよー、行こう、怖い、レバーが怖い、あいうえに、ケンちゃん、パン50、パピンパピンって、お願いします、
大事よ。待て。よし。うわー。うわー、怖え。いないで。うわー、いるし、ジャギかよ。ジャギか、龍河か、エピソード2まで行けばね。勝てば50以上。おお、容赦なし。ナイス。あー、ありがてー、ありがてー。シャーン、オッケー、オッケー、よかった。いいよ。おわー、まあまあ、まあ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 、十分。あら。30だから200。よいよ。
うわマジか、あれレインボーだったのに、激闘だったのに、なんでそんな薄い方引くのよ。中段チェリーで4分の1引けないくせに。もうおっと違う、遅い遅い遅いけど広角にいれば刺さってる。でもこの中段チェリーで当たんなかったら広角にいなかったことになっちゃう。あらやだ、そうだそうだ、やいやい、よし19回、早い、中段チェリーからなんだから、もう真、一番嫌なやつ、まだ分かんない、まだ分かんないけど、あら着構えじゃないの、いけるよ、いけるよ、あーよかった、パンチか、50、よし、中段チェリーの分50、追撃って動きやすいんだけどな。うん、100、十分おー、いいね、それパンチかい、パンチ使えた、前回使えなかったからね、やられちゃうから、よいしょ、ヒップ、
ら50枚しかない。50枚よ、あらら、投資っちゃう。最大のチャンスが。本来だったら安心の相手なのにな。超セダン。おかしくない？いろいろおかしくない？着替え。あ、動いてる。大勝破で立ち上がったよ。笑ってる、どうぞ。終わった。止まってるし。悔しい。それではお昼を回りましたね。店内の方見ていこうと思います。稼働台、稼働台ありがたし、私も座ってるの、稼働台ありがたし。サラバンがね、いつもなんだかんだ出てるんですよね。あ、番長2か。37個溜まってます今。ホイッパーエラーなんですけど、鼓。朝一のね、立ち上がりが先生すごかったんですよね。あ、もう投資にいらっしゃるもん。いやー、北斗強いな。どうしようかな、先生打ちたくなってくるな。でもこれで打ったら多分痛い目見るだけなんで、あの友を粘ります。引いたんじゃない、赤いの着てる人が。はい。お願いします。よし、これは行ったでしょう。あーな、よかった。
せが欲しい。なんとしてでも終わらせが欲しい。あらら、
チャンス。ナイス。中段チェリー以外はっていう展開中段チェリーは5か65以上はあって、追加系はセテ8ぐらいあって、これで多分確率がねいい感じに確率戻しにかかってるなめんな6やぞっつって、初めて行った今日。いたー、ユダジェリーかな、135件はいはい、珍しいよ。でも怖いラオウ強いの本当に今日。チャンス。よかった。押しちゃうとこだった、危ない、せーの、よかった、よかった、方針に持ってかないと、早く上がれ、早く早く、はい、よかったです、絶望。300倍なかったらと思うとゾッとするけど、
せやこの野郎。違う。わけわかんないんだけど。サバ缶。サバ缶出てサバちゃんの音楽流れた。うわこっちも角伸びてきた。あらららららららノーマルで別済みってうますみんな出てるじゃん。ノーマルってこんなに出るんですね。66分の1ってうまい。実践終了、ありがとうございました。お疲れ様でした。出てたね、とも。朝はね、後ろの転生がね、すごかったんですよ。もう前立腺なんじゃないかってぐらいね、立ち上がりがもう真剣勝負みたいな。どんだけ楽しそうなのと思いながらね、朝ね、やはりハマるっていうね。いやー、つらかった。でも単発が2回だけ、初当たりも1、2、3、4、5、6、7回初当たりがあって2回単発と。まあでも上手にできた方じゃないですかね。全部400枚前後取れたはず。取れてるね。今日は楽しいデートができました。ありがとうございます。結果を、投資550枚、回収が1803枚。ありがとうございます。プラス1253枚です。ありがとうございました。2箱使えた、よかった。でね、前ね、1710枚マイナスだったでしょ。これがね、マイナス457枚まで減ったの。ということで、457枚を取り返す。これはもう大前提。プラス、持って帰る。まあね、2回来たしね、3回目もって思いつつも、3回目はバジリスク行きたいかなとも思ってるったりするんで、今日はまだ、今日の時点ではまだね、次何を取って決めてないです。今日みたいにね。ということで、4月20日、5月20日、次は6月10日ということで、3回目がまだ決まっております。次回6月10日ですね。頑張りたいと思いますので、ぜひ皆様も来ていただいて、事前に券配ってるんで、絶対もらってください。あれもらわないと抽選受けれないんで、絶対もらってください。ということで、6月10日、一緒に楽しみましょう。